帯広になります。おー、マジ？プレイアイズだ。かわいい。髪長。かわいい。こちらは山田恭平の実家でございます。実家です。来ちゃいましたね。マジ実家です。どこかなと思ってたのよ。Just a friend。やっぱり間違いなんだって、君を困らすだけなんだって、あ、それなのにどうして優しく微笑むの。はい、というわけで続いてやってきましたのは万栄競馬場です。はい、すごいね。こちらは、普通の競馬場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 。そうなんですよ、あのね、バンバっていうね、ちょっとね、ガタイのいい大きい馬が走るんですよ。なんか重たいもの引きずる。そう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 、めちゃめちゃ重たいのを引きずって、こう山とかをね、乗り越えて購入するっていう。まあ、せっかく来たんでね、うん、あの1人100円ぐらいで、ね、ちょっとお馬さんにかけようかなと思うんですけど、トマはできないみたいな。そうか、そうか、そうか、未成年はまだできない。あ、そうだ。はい、じゃあ歩いて帰ってください。かわいそう。試合をさせてくださいね。あの、まあ見るのは大丈夫、うん、はい、うん、5人でね、ちょっと100円だけかけてみましょう。わー、それは行ってみましょう。行きたいからいろいろ調べてくるわ。まあ、あるんですよ。いや、まあ、それでもいいですけど、うん、まあまあまあ、好きなようにね、ちょっと楽しんでみましょうよ。それでは、改めて行ってみましょう。666円さあ、始まりました。最初はゆっくりパターンでしょうか。まあ、ここはサクッと乗り越えて、これ何番来ればいいんだ。やっぱあそこら辺強いんだ。かわいい。髪長。すごいね。かわいい。楽しめるんだね。前髪下ろしたら俺もこれぐらいだよ。確かに。高見君だ。めくらめくら前髪。はい、皆さん、というわけでですね、競馬場やってまいりましたけども、本日の一番人気紹介いたします。馬の、馬尾くんです。違うよ。絶対ヤギの。白ヤギのゆきちゃんって書いてるからね。わかりますね、サイズ感。結構や。頭ごと言われるよ。でもさ、指ここに置いたらもうなくなるでしょ、これ。指。はい、続いてやってきましたのは、高橋まんじゅう屋でございます。はい、はい。ちょっと僕らはちょっと知らないんですけど。ですか、まんじゅうっていうのはですね、一応。そこじゃない。そこじゃない。そこはわかる。はい、帯広はですね、意外にスイーツが有名なのが多いんですけど、はい、その中の一つ僕が言うとおすすめしたいのがこの高橋まんじゅう屋でございます。今回は年齢高いですから。よし、あ、でしょ。なんで率先していくの。では引きましたね。はい、はい、それではせーので出しますよ。せーの、でん。頑張れば。やった。やった。はい、やった。はい、やりました。やった。はい、やった。はい、じゃあ買ってきますね。はい。いや、楽しみです。いや、楽しみだ。はい、というわけでね、
購入してきました。はい、早速ね、ここで食べちゃおうかな。食べようぜ、食べようぜ、ここで食べようぜ、出来たてです。お前やば、何買ったんですか。いいよいいよ、チーズ車内でいいやん、車内で。これね、袋が、あの入れ物がね、帯広の地図になったんだって。うん、オッケー。そうなんですじゃあ、チーズ、チーズいただきます。あ、どうぞ。俺の一番推し。あ、そうなんだ。一番の推し、チーズ。今、ブッキーとタクヤが食べるの、どうですか。うわっ、さっぱりして食べやすい。出ました出ました出ました。チーズ割とこってり。え、でんかの。まだチーズに到達してないんですけど、もう生地だけで本当にもう美味しい。へぇー、甘いね。あ、これはあん、あんが2人。すごい、しかもチーズって書いてんだ、その表面に。そうなんですよ。優しさっていうの。うまっ、いや、めっちゃうまい。結構真面目な食リポすると、俺もチーズ食べちゃった。生地が本当にふわふわで、なんとこの生地と相性の合うチーズを選んでるんですよね、うん、こんだけ人気の店なんですから。とてもね、マッチしてて、うん、これは美味しいですね。はい、というわけでね、こちらは山田恭平の実家でございます。実家です。来ちゃいましたね。マジ実家です。どこかなと思ってた。今回行った場所が、まずはインディアンカレー、はい、インディアンカレー、グリーンパーク。そうです、グリーンパーク。確かに。そしてその次がバンエー競馬場。はい、その次が最後が高橋まんじゅう屋です。はい、というわけでね、食にバンエー競馬に、そうだね、そうそうそう、大満足の一日だった。本当ですよ、確かに。よかったよかったよかった。競馬いやいや、惜しかった、惜しかった。ダメですよ、ギャンブルはほどほどに楽しむ。はい、とは大人ってやつ。はい、はい、確かにね。というわけでね、今回の総評、まあ実家でやるのもあれなんでね、まあ強兵にやってもらおうかなと。これはもうね、やっぱ他人がね、実家でちょっとやるのきついと思うんで。確かにね、お願いします。じゃあ強兵が、今回の旅を総評いたします。それでは、お願いします。今回の総評お願いします。ゲージにキャストライブ。